今年ね、夏過ぎたらね、病院行こうかなと思ってんだよね。さすがに。先に言っとくけど、もうね、夏過ぎたらね、ちょっと大型契約かなっていうところで、そろそろね、入院しようかなと思ってね。理由はね、もうきついね、体が。あのね、冗談ならんくなってきたね。いろいろね。あ、こういうのかなっていうガタが、いよいよ起き始めて、あの、なんかさすがに家でさ、のだれ死んだらやばいじゃんな、邪魔みたいに。だから、もうちょっと答え合わせするしかないかなと思って、自分の体を。いろいろと頭の先から足の先まで。なんで、まあちょっと答え合わせに行こうかなって。今までね、その、答え合わせしてないんで、行こうかなっていうふうに思ってますね。具体的にじゃあ何月何日だとかはないんですけど、まあチャリ旅とか終わってからにしようかなっていう、その原点回帰っていうのはそういう意味もあって、なんかちょっとやりたいことちゃんと全部やって、まあ一旦ちょっと自分の配信満足しちゃおうかなっていう。もちろん配信はやめませんよ、ずっとやるんだけども、ちょっとちゃんと納得できるように今年は、まあわりかし全国も回ってるつもりなんだけど、年明けてから、自分の好きなことをちゃんとやって、まあわがままですけど、本当はわがままなことばかり毎日言ってますけど、好きなようにやって、今年ちょっと夏終わってちょっと涼しくなったら、まあ見てもらおうかなと思ってますね。そんな感じだね。いや、親に言われてないけど、やっぱ親見た時にちょっと思った。もう親のが年いってて、で、俺に配信好きにさせてくれて、一生懸命頑張って生きてるのに、息子の俺がね、なんか病院も行かずにね、体調子悪いのにね、見ないでね、なんか言うのってなんかなと思ってね、親の顔見たらそう思ってね、そう、犬も頑張って生きてるのにね、なんか逃げちゃいけないのかなと思ってね、まあ怖いんですけどね。だからもう場合によっては本当に帰ってこれなくなるかもしれないけど、しばらくはね、まあその可能性結構高いんで、まあ全身検査したら間違いなく引っかかるのは糖尿病とか肝硬変、あれだっけ、肝脂肪みたいな、脂肪肝とか高血圧とか、いろいろ出てくると思うんで、今までこうやって配信続けてきたのは楽しいし好きだからやってるってのもあるけど、休んだりやめたりする恐怖も大きくあって、同じぐらい、もうやめたらもう自分の楽しい配信できないんじゃないかとか、まあ、誰よりも俺ビビリだからさ、どの配信者よりも好きなこと自由なこと好き勝手喋ってるけど、自分に自信がない人間なんで、あるように言ってますけど怖がりなんでね、やめることにすごい恐怖するんですよ。自分の配信休んだりやめたりとか、逆に休んだりやめたりすることで面白いこともたくさんあるはずなのに止まれないんだよね。だから病院も行きたくなかったんですよ。病院行って入院になってしばらく配信できなくなって戻ってきたらみんないなくなってたら、なんかそれこそ生きてるより辛いことだから、ああ俺が病院行ってる間にみんないなくなっちゃったんだって、他の配信者でよかったんだってなったら、今まで出しちゃって何だったんだろうなってすっごい思っちゃうのね。ねえ、ノリラジ好きって言ってたのって何なんだろうなって、やらなかっただけで他に行けるんだったら、まあ、そういうリスナーだったんだって思って、すごい悲しくなるんだよね。でも毎日やってたらそれないから、それって思わなくて済むじゃない、ずーっと配信してたら。でも休んだ時にそれって出てくるんだよ。そうだから、なんかそれが怖くて嫌でやっちゃってるところもあって、なんかそれが去年ちょっと秋口にこじらせちゃって一回やめちゃったの。そうなんかそうやっていろいろ考えてたら、なんかちょっとあかんなと思って、楽しめてないと思って、ちょっと自分勝手だけど1週間ぐらいフェードアウトした時があったんですけど、今はもう別にそういうことしないけど、病気もちょっとそれに近くて、やめたくない休みたくないの一心で、本当は怖がりだから病院行きたい人間なんだけど、なんかあんまり現実と向き合いたくないというか、知りたくない、知って配信できなくなるのすごい怖いみたいな、それもあったんだよ。だけどもっと大事なこともあって、親とかね、自分の体とかね。そうだから、まあちょっとさすがにちょっといかんとなっていう、まあ一番でかいのがやっぱり体のガタだね。なんか口内炎とか変なところにできるようになったし、その足のしびれとかを引きずっちゃったりとか、手のしびれとか、まあ明らかに血糖値高いし行った方がいいかなっていう。血糖値測ってみる？やばいぞ！やるか、じゃあ。もうマジでさ、これ見るたびにさ、テンション下がるんだよな。今見てる若い子たちいますか？こういうことしないようにね。
こういうことをしなくてもいいような人生を送ってくださいよ。こんなんね、血糖値を測るとか家でね。こうやって血出すんですよ、絞ってね。あ、もうやばい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 。40未満が正常値って書いてたけど、そうっす、そうっす。血糖値あるじゃない。で、100台とか200台とか300台とかってあるんですけど、その血糖値によってこう症状が書かれてるんですよ。一番マックスってのが500なんですよ。500です。500はいつ死んでもおかしくないみたいな。いつ倒れるかわからないっていうのが500なんで、俺。やばいでしょ。だからもうないんだよ、それ以上が。もう書かれることがないんだよ。そう、もう500上限なんだよね、僕の通ってる病院紹介所。もういいって、もういいって。もうこれアクティブ上がるんだけど血圧も上がるんだって。これ、この血糖値上がる配信はもう本当にしばらく病気の話になるからさ、これはね、諸刃の続きなんですよ、この配信ってのはね。毎回毎回さ、もうしばらくこの話になって、またお手にメール来るから、病院紹介します、これした方がいいですよみたいな。ほんでまた耳クソみたいなさ、なんか血糖値下げるみたいな、なんか食材紹介されるじゃん。なんか変な硬い、なんかよくわからん食い物知ってる。うん、だからみんな俺のこと優しくしてねえ、優しくして、本当に俺のことをねえ。アンチの人もさ、いつまでも俺にアンチできないよ、もう。本当にねえ、優しくして。優しくすると甘えるからダメっていう。いや、血糖値も自分にも甘い男だよ。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。